一体何なんだ。最近ずっとあの調子でうぜんだけど。お客さんがいるときは割と普通なんだけどね。恋だよ、あれはきっと恋。ため息が多いのは恋って聞いたことあるもん。おお、よしよし、ショコラはほんと愛おしい。よし、じゃあここは私に任せて。めいちゃん、めいちゃん。ん、何？今日はね、今日はとってもいい天気なんだって。雲一つない青空なんだって。そうなの。暖かくていいわね。東京平均株価は調子いいんだって。そうなの。投資家が喜ぶわね。他にはね、モンシナ、さっき任せろって気張ってたけど、一体なんだありゃ。シナモンは謎多き猫だからね。実際よくわからない。あのね、めいちゃん、ペンギンって実は膝を折って歩いてるんだって。だから足伸ばすと実は足めちゃくちゃ長いんだって。そうなの。じゃあ足伸ばして歩けばいいのにね。あのね、猫舌って下の歯茎に舌先を隠して飲むと熱いの飲んでも舌やけどしないんだって。そうなの。冷ませばいいじゃない。見て、ここに適温95度の入れたての紅茶を用意したんだ。めいちゃんほどじゃないけど私も熱いの苦手だから実験してみるね。こうやって舌を歯茎の裏にしまって、敏感な舌先が熱いのに触れないようにして飲むんだよ。敏感な舌先を隠して、舌先は敏感だから、とても敏感だから、一応営業中なんだし。びっくりするくらいノーリアクションだよ。シナモンお姉ちゃんが不憫だよ。よくわかんないけど、ショコラは頑張れる念を送るよ。頑張れー、シナモちゃん、頑張れー。いい？めいちゃん、このまま一気に熱いの？ビャーッとー！シナモン、アルーちゃん！汚いわね。そうなるに決まってるじゃない。いくらお人よしの歌唱でも、店の商品をおもちゃにしてたらクビにされるわよ。シナがあれだけ体張ってんのにノーリアクションかよ。鬼畜、メイプルは鬼畜。かわいそう、シナモお姉ちゃんがかわいそう。頑張れー、シナモちゃん、頑張れー。よし、こんなもんかな。
はーい、お先にいただいてます。まあね、爪の手入れするとすっきりするのよね。形が悪いと気になってしょうがないし。別にどうもしませんよ。だから何でもないってば。なんでケーキ屋なんてやろうと思ったの？だってさ、実家だって結構な和菓子屋の老舗なんでしょ？昔から修行だなんだって結構厳しくやらされてたらしいじゃない？それなのに家を出てまでなんでわざわざケーキ屋だったの？いろいろね。別に話したくないならいいけど。じゃあさ、歌唱って猫好きなの？猫じゃなくて猫。私たちのこと。あ、そういう意味じゃなくて、猫にしか浴場できない人って意味で。いっぱいいるじゃない、恋猫が。だから、猫しか好きになれないのかって思っただけ。ま、あんたはそんな感じよね。別に猫だからとか人だからとかって感じじゃないもんね。変なこと聞いて悪かったわね。休憩上がるわ。お先。ありがとうございます。すみません、わざわざ。今のはため息じゃなくて、その、
そう、漏れ出た喘ぎ声っていうか。そうですよね、ちょっと無理がありましたよね。Thank you.
私とめいちゃんはそんな感じかも。いえ、私はめいちゃんの親友でいたいってそう思います。猫パラ。使わないリーフの取り扱いがいくら充実しててもね。うちは別に紅茶屋じゃないんだから、抑えるべき銘柄があればいいんじゃない？そもそも、ケーキ屋に紅茶の営業に来るって時点で話がずれてるでしょ。あんたのケーキより、紅茶前に出したって意味ないんだから。そんなもん。何よ、さっきからじろじろ人の顔見てやたら視線感じて気になるんですけど。一人で納得して。何を改まって。
そういうことね。恋猫でもない私に残業させるとか、何かあるのかと思ったら、そんなこと聞きたかったの？バニラ風に言うなら、エロパティシエ？4匹も恋猫のいる。それは別に本人らが満足してるんだからいいけどね。私が口出すことじゃないし。見たでしょ？あの動画。私がいくつの時だと思ってんのよ。あんな子猫の頃の馬鹿げた夢なんて、とっくに忘れたわ。でしょうが、ちょっとチヤホヤされたくらいで勘違いする年だとでも思ってんの？そもそも猫が夢とかバカなこと言ってんじゃないわよ。箇所？箇所？箇所。
ましょう。そうね、あんたの言う通りかもね。私も自分で思ってるよりもバカなのかも。あんたって本当におせっかい焼きね。そうね、性格はなかなか治らないわよね。好きなことなんて誰かのためにやるものじゃないのよね。人だからとか猫だからとか、そんなの何も関係なくて。私は私、私らしく生きるわ。こそこそしてたのがバカみたい。あんたの話だけでそう思えちゃう単純さが怖いけど、でもちゃんと覚えとくわ。ありがとね、箇所。それとシナモンも。でも思ってたの？うち出てからずっとついてきてたのなんか気づいてたし。ちゃんと慎重にしてたのに。その、めいちゃんとカシオさんが気になっちゃって。あ、別にエッチなことを想像したんじゃないですよ。本当にただただめいちゃんが心配だっただけで。わざわざ断らなくてもそんなこと思ってないわよ。箇所のこともどうせシナモンの入れ知恵でしょ。あの、それは別に入れ知恵ってわけじゃなくて、どうしたらいいかわからなくて相談したっていうか。その別に怒ってないでしょうが、まったく。気にかけててくれて。それとこの間もまた歌うきっかけくれてありがとう。めいちゃん、よかった、よかったよ。めいちゃんに嫌われちゃったかと思って心配だったから。嫌わないわよ。あの程度のことでずっと一緒にいるんだからわかるでしょうが、そのくらい。でも箇所もありがとね。しぐれには自分から相談してみるわ。そうね、帰りましょう。めいちゃん、箇所さん。シナモン、鼻水超出てるから。もうメソメソしてないでちゃんとしなさいってば。はい、ティッシュ。わあ、ごめんなさい、ごめんなさい。はいはい、怒ってないから泣かないの。勉強したい？まあ、それはそれはとても素晴らしいことではないですか。
私にできることであれば全力で応援しましょう。え？いいの？いきなり家を出てストリートミュージシャンからというならば反対はしますが、夢を持って頑張りたいというのであれば、私がそれを応援しない理由がないでしょう？いや、まあ、それはそうかもしれないけど。ただ、やるなら一生懸命にやりなさい。途中で投げ出すなど、適当で半端なことだけは許しません。自分から言っておいてそんなことしないわよ。それにそんなぬるい覚悟で言うわけないでしょ。ならばよし、励みなさい。してほしいくらいには期待してる。はいはい、ありがとう。がっかりされない程度には頑張るわ。けけけ、一丁前に照れ隠ししやがって。メープルお姉ちゃんは素直じゃないからね。うるさいわね。私は私のためにやるだけなの。メープルがいろいろと思うところがあるのは気づいてはいましたが、自分から言ってくれるのを待っていましたので本当に嬉しいです。夢や目標は人に言われてやっても仕方がないことですから。いいえ、兄様のサポートあってのことです。私では経験が足りないことも多々ありますゆえ。しぐれ、ちょっとお願いがあるんだけどさ。歌を始めるにしても最初は楽器をやった方がいいって聞いたのよね。だからなんか歌と一緒にできるような楽器買ってもいいかしら。自分で貯めてるお金ならいくらかあるし。私には Wi-Fi でつながる世界中の友達がいるからね。光ファイバーでつながる世界中の友達は何でも答えてくれますし。ほんと便利な時代になったもんよね。ええ、引きこもりが増えるのも仕方ないことです。猫パラ